ちゃん、なちゃんです。今日、9月の18日、9、18、18、わからなかった。金曜日です。はい。18です。はい。今日ロケ行くんでね、そこは食べましょう。しかも寝ててね、まだいいって言うから、また後で食べます。食べましょうと起こします。はい、なちゃん、さっき準備しないといけないね。ということで、そうですね。ここはね、ネイルするとね、爪がまずくなるからね、こういう細かい作業はね、しにくくなっちゃうね。でもやっぱり可愛さには勝てへんからね。よっこいしょ。よいしょ。では、食べましょう。食べましょう。作りましょう。では、うわ、ペチャって出さらないのはね、ドブッと出ます。はい、で、ハム、今日はハムですね。ピーマン、ピーマン目好きなんで乗せます。あ、じゃあチーズ、乗せて、ピーマンを乗せて、これで焼いていきます。行方不明になってたね、トマトスちゃんが帰ってきました。捜索願い出しとったらね、うちで保護してるよって。はい。あのね、今にあった。そういやね、サラダ作るのに向こう持って行ってて。忘れてたよ。動画外でやったもんやからさ、動画内でやってたら、ね、動画見返したりしたら誰かが見つけてくれるんやけどね、動画外で、サラダを食べた時にね、時々ね、小腹減った時サラダ食べたりするのよ。その時に、向こう持ってて忘れてて。リコピンリッチです、今日は。よいしょ。トマトジュース買いに行かなかったな。じゃあ食べましょう。できました。食べましょう。いただきます。いや、今日はね、また、県外ロケ。久々じゃないね。1週間ぶりやね。うん、本日はね、ロケを増やそうと思ってんけど、月末ちょっとね、忙しくてね、なんだかんだで今週、今月は忙しくて、いただきます。あ、うん、ちょっとロケを考えようかな。暫定やん、確定じゃないもんね。何やかんやかんスケジュールが立て込んでんのよ。
スケジュール足りなくなる。森瀬さん自宅ってね、まあ、10月入ってからでもいいかなと思ってんだけど、ちょっと難しいね。お泊まりで行ったらね、もういいんだけど、ちょっと遠いな。難しいね。うん、9月でしょ。もう10、11、12、半ヶ月で今年終わっちゃうね。なんかコロナでほんまあっちまいね、今年終わっちゃったね。何もせずね。その上ね、景気も悪くなって収益も減ってきて、今年はほんまはね、子供の受験もあるからがっつりね、再生数増やして稼ごうと思って、再生数増やしてっていうか、これは稼ごうと思ったよね。再生数自体はね、まあ増えたり減ったりけど、平均してね、そんなに悪くはなかった。なんか、5月、6月、7月。違う。4月、あ、3月か。3月、4月、5月。再生数過去最高ぐらいあったんね。100万再生超えたんね。何収益ボーン下がったからびっくりした。変化数で子供の学校行こうかに切り崩されへんし、お前ももうちょっと蓄えられる予定だけど、いろんなイレギュラーも入るし、価値ロケ減らされへんしで、なんやかんやで、ロケだけじゃなくね、他の紹介とかいろんな経費かかってきてる。難しいわ。人生ってそんなものよ。結局レースません。スタートしてから、大会で走っとってもね、最終チェッカーフラッグが出た時に一番前におったら勝ち。人生もせん、どれだけ波乱万丈があっても最後に笑ったら勝ちや。だから今人生の途中で一喜一憂するのはどうかなと思うね。これがコロナにおいても周りからの攻撃においてもいじめにしてもね、自分から人生の幕を引いちゃダメって思うね。何度もね、自分で人生の幕を引きそうになったんやけど、なっちゃうね。朝から暗い話すんなっちゃう話やけど、そんなことなっちゃうからあんま感じないでしょ。感じさせないように生きてんのよ。
ぐらい繊細やけどね、ほんまはね。見せてないだけで、見せてないから攻撃されないんだよね。岩井あっちゃん演じた方がいいですか、強いあっちゃん演じた方がいいですか。自然な自分でってよく言われるけど、人生演じない人がいてね、全てみんな演じてる、ナチュラルで自分のままで生きられるほど人生は甘くない。だから自分を演じて嫌なものから目を背けるんじゃなく、いいところを見るような人生を送っていく。でないと人生辛いだけやねん。なんでこんな話するかって、ちょっと昨日ね相談されて人生についての話をしてたんやる、ライブちょっと前にね。その後マリオで持ち上がって出てくる。みんなね、あちゃんも辛いでしょ、だからアンチになってんでしょってよく言うけど、人生全てが楽しく生きてる人なんていけないよ、誰だって。何がかしら、それをどう思って生きるかの違いで。人生をどう真剣に生きてるかどうかよってあっちゃう。ということでね、今日のあっちゃんの朝ごはん、まあざくっとそんな話をしたけどね、早く準備をして、メイクして準備していきましょう。ではまた今日はロケなんで頑張っていってきます。まだ準備しちゃうね、いっぱい準備しちゃうね。